全州神社は朝鮮全羅北道全州府にあった神社である。祭神は天テラス大臣、明治天皇、国魂大臣。旧社格は国平商社であった。1910年、府内の高山山頂に鳥居を建設し、広大神宮の遥か廃所とした。1914年、在住日本人の間で全州神社を創立することで衆議が決定したため、 道内で寄付を集め、同年11月24日に本殿以下の建物が竣工した。1916年2月21日、諸設備の完成を待って神社創立を出願し、神社寺院規則に基づいて、同年9月27日、アマテラス大臣を祭神とする全州神社の創立が許可された。1935年11月28日、 明治天皇と国魂大臣を増資し、1936年8月11日に、道友新社に指定され、紀元2600年記念事業として移転改築を行うべく、1938年7月には、法参会を組織したが、自局のために工事は思うように進まず、完成には至らなかった。1944年5月1日、 国兵勝者に列格されたが、日本の第二次世界大戦敗戦に伴い、1945年11月17日に廃止された。ABCDE、神社名祭帳、ジャカルレフ、A03010213400 神社、創立許可朝鮮総督府官報第1248号424ページ、朝鮮総督府国時第4 4 5号朝鮮。 総督府官報第2874号83ページ、朝鮮総督府国時第674号朝鮮、総督府官報第5169号5ページ、内務省国時第264号官報第56651ページ。ありがとうございます。